コンビニ社老子安さやかのウィークリーコンビニラジオ皆さんこんばんはウィークリーコンビニラジオがスタートいたしましたパーソナリティは私コンビニ社老子の安さやかですさて八十九回目の放送となります本日も一時間どうぞお付き合いください四月もいよいよ二十三日もう次で四月が終わりますいやー早いですね もう次の放送のタイミング90回目の放送の時に4月末になるんですけどもうその後すぐに5月ですよでしかもゴールデンウィークに突入しているという何とも信じられないぐらいのなんか時の速さを感じますただ今第4波と言われている新型コロナウイルスの感染あちこちで拡大していますね。 まあこれは毎週お伝えをしていたり私もお話をしていたりするんですけど結構私の周りでも会わないあまり会わない方なんですけど結構かかる方が増えてきたのでいよいよ私もまた気を引き締めてまあいつもそうなんですけどさらに気を引き締めていいいかないとなとうことをいつも感じております、まあ、この通り私はいつも元気で本当に楽しくですね有意義な時間を 毎日過ごせているので、周りの皆さんにも本当に感謝していますし、まあ自分の体をねこう強く産んでくれた両親にも本当に感謝をしています。まあもしかしたら自分も誰かとの関わりの中で一瞬ね、あの取り込んでるウイルスを取り込んでるっていうこともあるかもしれないんですけど、まあ今のところそれが発症しているということはなく、まあだからこそあまり 脈絡なくこう動いたりとか不要不急の外出をしたりするっていうことをしないで、まあ、できる限りねあのオンラインなどでミーティングも行っていってやっていくことを心がけてはおります、まあ、皆様も,もう本当に元気でお過ごしいただきたいなって思いますさてこの番組は「ウィークリーコンビニラジオ」という内容ですので コンビニ業界で働く方やコンビニが大好きな方があなるほど役に立つなと思っていただける情報をお届けする番組です皆様からのお意見ご感想ご要望をお待ちしております FM 技能ワンのメールアドレスは 797-at-fm 技能ワン .com もしくは私コンビニシャローしやさやかのツイッターを検索フォローいただきダイレクトメッセージを送っていただけますと助かりますもしくは私のアメーバブログですね こちらコンビニシャローして検索していただくと出てくるブログがあるんですけどそこのおお問問いいい合合わわせせ欄からお問い合わせをいただいても大丈夫ですただですね最近ちょっとそのお問い合わせのメールが結構迷惑メールになってきていて嫌だなと思っているのでできれば Twitter フォローとダイレクトメッセージの方が嬉しいです。はいということでこの番組は「三方よしの未来で見える未来」。 店舗支援システムキズナアルファでおなじみ株式会社 CVS コンシェルの提供でお届けいたしますさて今回は先週もお届けいたしました渡辺結香さんとの対談を再度お送りいたしますぜひ CM の後とお聞きくださいコンビニ社労士安津や子の「ウィークリーコンビニラジオ」 あなたの人生に輝きをたくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それがベタニア・チャーチです苦しんでいる人悩んでいる人一度訪れてみてください沖縄ベタニアチャージ交通量が多い字幕付きの映像で目に留まる 浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店イベントなどなど PR しませんかお問い合わせは0 4 5 6 7 0 7 6 4 0 −ぐすくまタウンビジョンまで ギノアンヒルズ通り命デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい「ギノあンの楽しみ方がきっと見つかるギノあンヒルズ通り千天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、ね、あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか大切な人の最後だからしっかりやりたい

ムービにけた手の味噌をシフォンケーキで検索しくつむみそやが作るみそシフォンケーキやえせの夢<工>房コンビニ社労士やすさやかの「ウィークリーコンビニラジオ」。 それではここからはゲストの方をご紹介していきますスキルシェアサイトタイムチケットでナンバーワンの実績を誇り現在も副業で月100万稼ぐという 渡辺ゆいかさんです。<laughs> こんばんは。よろしくお願いします。いや怖くないですか100万のとか。<laughs> ありがとうさすが <laughs> だな。<laughs> あうまいなって聞いちゃいました <laughs> あ。そんな嬉しい言葉を言ってくださってありがとうございます。えー、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はそんな渡辺ゆいかさんのお話を聞きつつ、まあ、さっきね、ちょっとご紹介の時に副業っていう話もしたので、ちょっとそのあたりの深掘りももし可能であれば、うんうんうん もちろんです。何でも聞いてください。なんてオープンな。素晴らしい。<laughs> 隠すことは何もありませんから。<laughs> さすがだな。いやー、ちょっとね。いろいろ掘り下げてみたくなっちゃったんですけど。<laughs> はい、まずは、えっと、ぜひ、渡辺ゆいかさんから自己紹介を。 お願いしたいなと思うんですけど、はい、よろしいでしょうか？よろしくお願いします。渡辺恵香と申します。私はペアーズエンゲージという結婚相談所で婚人のプロコーチをしておりまして、普段はタイムチケットというスキルシェアのサイトで自分の恋愛相談のスキルを売っています。現在もあのまあ、会社員の席がありまして、あの去年2020年8月から育児休業を取得しております。よろしくお願いいたします。 おー素晴らしいもうねなんかいい意味でのツッコミどころが満載なんですけど <laughs> な,な,んなんだっていう,、ね、<laughs> う要素がいっぱいあるね、はい、まず1、えー、つ目が、はい、その恋愛の部分のコーチとして活躍をされていると、はいはい、いうことなんですけど、はい、これはどんな 活動ししてらっしゃるんですかそうですね日本でも最大級のマッチングアプリペアーズさんが作ったあのオンラインの結婚相談所でペアーズエンゲージというものがあるんですけれどもそちらの方で、はい、あの恋愛戦略やコミュニケーションを教える仕事をしておりまして会員さん向けに、はい、あのウェビナーをしたりですとかあの相談に乗ったりですとかそんな仕事をしています。おーすごい なんかあれですね、こう世の中に生きるみんなの大きな味方ですね。<laughs> そうだといいんですけどね。<laughs> あのまあ確かに、ね、その昔って社の職場恋愛とかお見合いあの合コンとかあったと思うんですけど、はい、あのそうのなくなってしまって、なので今マッチングアプリとかあのまあ婚活とかうそういうものでの出会いがすごくね増えてるなとは思うので、なんかそこをお手伝いしたいなと思っています。 あなるほどそうなんだ今ってそうだよねお見合いとかってあんまりもうな,ないですよねあんまり聞かなくなったなと思うんですけど結構あれなんですか最近のそういう恋愛事情ってこれねコンビニ業界も結構結構これって課題だと思うんですけどなんでしょう,うん、うん、出会いってなんか最近マッチングアプリとかかなり使われてるんですかやっぱり。 あのコンビニオーナーさんが、まあ、だ男性一人でこうやってますみたいな場合でこう出会う人たちがあの、まあ、アルバイトのスタッフさんかもうパートの方しかいなくてその自分が結婚相手にこうしたいようなこう異性と出会う機会がなかなかないっていう方って多いと思うんですけどじゃあそういう場合に、うん、じゃあどこで出会うのってなった時に。 はい、でもまあ今コロナでパーティーもまあ少なくなってるしそうしたら趣味って言っても結構時間不規則でそんな普通の会あんまり行けないしみたいなことがあった時にやっぱりこのオンラインで手軽に出会えるマッチングアプリっていうのは、うん、まあすごく現実的な選択肢なんじゃないかなと思うんですよね。なるほどね。はい、うん確かにそうですよね。 だって隙間時間で、自分、スマートフォンとかでこう見られるんですよね。そう,そ,うそうです、そうです、そうです、そうです。ですよね。スマホで、なんとなく、なんかこう見てて、はい、あ、この人いいな、みたいな。のがあったら、その人に、なんか、こう、コミュニケーションを取る機会を申し込める、みたいな。そんな感じ。そうです、そうです。だから、私がうん、うん。 まあ、本当は女性同士はダメですけど、私がやすさんに、あのうわ話したいと思って、いいねっていうのを送って、だからやすさんが、うん、どうしよっかなと思って <laughs>、いいねかスキップか選べるんですよ <laughs>。なるほどね。スキップって選択肢悪いよスキップみたいな感じで <laughs> 選べて、お互いがいいねしたら、あの話せるようになって、そこでトークができるっていう機能ですね。ね すごい、はい、今の恋愛事情進んでるな。進んでますよね。<laughs> ねすごいですね。大体、はい、えそれをもう利用されてる方がめちゃくちゃいて、うん、そこの方が成果を出していくためにうん、うん、そのコミュニケーションとか、うん、その恋愛に関する分野をお手伝いされてるのが今のお話ってことですね。そうですね。ペアーズは2019年に公表されてる時点であの。 会員数が1000万人いるのであの、まあ、すごく巨大なーあのマーケットというか、はい、あのアプリではあるんですけれどもやっぱりその、うん、人気の人に人気が集中するっていうのがその結構、まあ、問題の一つとしてありましてその、はい、自分が本当になって思う人から選ばれる状態っていうのを作っていかないとあのうまくいかないっていうのがあるんですよね。日頃なん、まあ、例えばですけど コンビニの,あのバイトスタッフ同士とかであれば、その限られた中での競争になるので、あのはい、なんとなく自然とうまくいくような2人っていうのが、まあ、今までのこう恋愛だったと思うんですけど、マッチングアプリだとこう、だからその他500万人と比較されるので、<laughs> その中でやっぱ選んでもらう何かっていうところを作っていくっていうのをしないと、なんかこう、スキップされちゃうんですよね、いいね送っても。 なるほどね、はい、いやすごいなそれは <laughs> そ,のその1,000万人ないし何百万人の中から自分を見つけてもらってかついいねをもらえる魅力を。 どう自分の中でもう引き出していくかっていうところがゆりかさんの活躍の場ってことかそうですねなので私はまあ内面のコンサルもそうですけどあの連携してるカメラマンとかのファッションコンサルの人とか、まあ、女性だったらメイクの方とかと一緒にあのその人の魅力をプロデュースするってことをやっていますおお素敵。その、えっと、サポートは、うん、もちろんそのペアーズさん経由っていうのもあるんですけど さっきご紹介の時にお伝えした「タイムチケット」というスキルシェアサイト、はい、これもまたすごい人数登録の方がいらっしゃると聞いてるんですけどそうですねあの現在40万人以上の方の登録があるサイトになりますそこでそのサポートのなんか窓口的な場所として「タイムチケット」を活用されてすか、ねはい、はい、そますという,ふうに まあなっています。すごい、結構申し込み多数な感じですか、ね。そうですね。まあ多数って言ってもちょっとあのペアズとかの数に比べちゃうとなんかかけたがあれですけど、まあ一応サイト内では一番の販売実績でやらせてもらってます。<laughs> すごい。えー、四十万人中のトップってことでしょう。そうですね。 やばい恋愛カテゴリーとかそういうカテゴライズの1位だけじゃなくて、はい、総合1位ですよ皆さんこれもまたその恋愛事情とかで言うとうん、うん、さっきペアーズさんの時に言ってたその何百万人の中からどう自分にアプローチしてもらえるかっていう魅力もそうだし。 そのタイムチケットでいろんな人がいろんな商品を販売しててその中で総合1位を取れるぐらい魅力的な商材だやもう本当になんかありがたいですね私にやりたかったことこうなんだろう時代の流れというかそういうのがなんかたまたま合ってたのかなっていう感じはすごいこうしていてなんかマッチングアプリでを応援するっていうところが<い>あのやっぱり本当に今求めてる方が多いんだなってこう日々感じてますね。 どういうきっかけでちななみにその仕事をしたたいなって思われたんですかそうですすかそうねあの恋愛相談を仕事にするつもりはもともとなかったんですけれどもというのも私、まあ、昔ずっとあの25歳までフリーターをしていてで、うん、そこからあの未経験で IT に入って結構こうお分からないことだらけの中頑張ってるっていう感じの,あの生活だったので。 ずっと副業したいなんていうのはこうなかったりしたんですけれどもいろんなこう経緯で私が恋愛にこう詳しくなってそしたらですねあの、はい、友達の恋愛相談ににたたくさんんようになったんですよで、うん、月20人ぐらい恋愛相談にの乗っていて <laughs> で <laughs> なんかみんな落ち込んでるからご飯も私がおごってあげたりしてなんか破産しそうになって <laughs> で,それ, <laughs> でそれで <laughs>。 <laughs> あのそんな時たまたま友達が「タイムチケット」に就職したんですよね。<あ>で本社の方にはいそうなんです<ー>その時本当にスタートアップで4人とかしかメンバーいない状態だったんですけどうん、うん、そこに入ってで「ゆいかもなんかチケット出してよ」とかっていうかその恋愛相談お金もらってやればいいじゃんみたいな感じで言われてあ,あなる確かにみたいななんで私がご飯を おごっているんだみたいな。<laughs> むしろお金をもらえばいいのではって <laughs>、なんかその時すごい思って <laughs>、はい、始めましたね。で、やるならもう、やるなら本気でやりたいと思って、あの、うん、徹底的にサイトをこう、研究して、ランキングに入るコツとか、うん、売れる文章とかを独学で調べて、あの、はい、もうすごい本気の文章を書いて、あの、頑張った結果、うん、1>, 1位までいくことができましたって。 すごい, <laughs> いや。なるほどねありがとうございます。そういういきっかけがあったんだ、はい、あでしかもそこから努力をされて結果として今のがそうですねはいいろいろこうやっぱ副業難しいなって思ったこともいろいろあったんですけど、うんまあ、なんとか乗り越えてここまで来ることができましたね。私2回会社にバレてるんですよ副業が。 当時というかそのあの副業禁止の会社に勤めていて結構問題になったことがあったんですよね。会社の中で。そうですねそうですねある日いきなり偉い人から呼び出されて「君これはどういうことだね」みたいなことがあったりしたんですよ。でその時ってはいその時はですね あのタイムチケット」のサイトに私、まあ、顔写真載せてあの、まあ、名前はニックネームで登録していたんですけれども、はい、あのそれが会社の人にばれ、まあ、て、うん、で、まあ、私の言い訳はあの出勤してないと。その <あ>稼いだポイントを出金してなくて、そのサイト内で別のチケットを買うために使ってるだけだ。だから、あの副業ではないって。<laughs> だから確定申告もしてないし、だって、お金にしてないから、みたいな言い訳だったんですけど、あの競技の結果、あのはい、出金できるものは所属であるっていうことを <laughs> 言われて、あ、そうですかってなったんですよね。でその時は、 会社を辞めるかあの副業を辞めるかって話に言われて一、はい、回タイムチケット辞めたことがあるんですよね、うん、あ会社に残るって選択肢をして取ったってことか。うんうん、そかやっぱりこうチームで動いているので、うん、その私が辞めるか辞めないかこう定まらない状態が長引くことでそのチームの編成をこうどうするんだみたいなところに影響が出てたっていうのこともあってやっぱそのみ,、はい、みんなに迷惑をかけた はなかったので、うん、まあそれていうことで一回やめた時期がありましたで、うん、もう4ヶ月ぐらいはやめてたっていう時期がありますねうん4ヶ月はいでその4ヶ月やめた後にまた復活されたそうですねななんかずっとやめてたんですけど、うんはい、でもなんか私のやりたいことってなんだっけって 思った時に私この今の会社でこのなんか自分にあんまり向いてない気もする仕事でなんかバリバリやって会社のために働くのがやりたいんだっけって思った時に、うん、なんかそうじゃないなって思ったんですよね。こ、うん、これかからなんかこう もっと個人の時代になるなってこうすごく思っていたしパラレルワーカーじゃないですけどそのそのみんながいろんな形で働くのがもっと当たり前になってでそのスキルがあったりその有名だったりする個人がどんどん活躍していく世界が来るんだろうなっていうのがなんとなく思っていてであのやっぱり私の やりたい生き方っていうのは自分の名前をように広めていくっていうところだから、うん、もう次バレたら会社辞めようっていう名前の覚悟を決めて次はあの違う名前で、はいうん、似顔絵アイコンにして <laughs> もう一回チケットに <laughs> あのこっそり登録して <laughs>、うん。 なるほどね、はい、もう一回復帰したんだ違う形にして名前と <laughs>、はい、絵を写真から絵にして,絵にして別人かのように登録してなので渡辺いかは実はビジネスネームなんですけどなんかいろんな逆にでもビジネスネームで頑張りすぎてもう今更元に戻せなくなったっていう。<laughs> 私はこの名前で生きていこうと思ってます。なるほどそうかそうか本当は違うお名前で、うん、でなんか将来的にはじゃあそのなんか元に戻す予定もあったんかまあそうそうですね、まあ。いやもう会社を辞めて <laughs> そのなんだろう、うん、私がそのタイムチケット以外での仕事が増えていくタイミングと会社を辞めるタイミングが、はい。 なんか逆だったら会社辞めるのが早かったら本名に戻せたかもしれないんですけどありがたいことに今でも会社員を続けられているのでなんかその本名に戻すタイミングがなくてまあずっとこのビジネスネームで渡辺優香で来てますね。で2回目バレた時はあの私がテレビに出た時だったんですけどまあそりゃバレるわっていう話なんですけど。 ちなみになんの,なんの番組あのテレビ朝日さんのであの「クリームシチューの花高優越感っていうあのゴールデンの番組に15分ぐらい出させていただいてさすがにバレたんですけど <laughs> でもそれはあのその1年以上前にあの自分の上司にちゃんと話していてペアーズエンゲージさんでお仕事することになってこれから。あの いろんなところに自分の顔写真を出してやっていくことになったのであの、まあ、副業を許可していただけないんだったら辞めますっていう話を上司にさせていただいたことがあって<ー>でその時に上司上司というかその上司ではあるんですけども会社のかなり上の方にいる方、うん、まあ役員の方でその方があの働き方とかについてすごくあの理解がある方だったので。あの じゃあ渡辺さん頑張ってるしあのいいよ、うん、許可出すよみたいな感じで言ってもらってそれがなのでそのテレビの時は別に辞める辞めないって話にはならず大丈夫だったんですけど1回目に副業ばバレた時と2回目副業ばバレた時でやっぱりちょっと違うなって思ったのが、はい、まあ何点かありまして1個目がまず、うん、最初にバレた時っていうのは。あの お客さんんと接すする仕事をしてたんですよ、ね、あのまあ,あ<ー>いわゆる営業マンだったりとかその商談に行くような感じの仕事をしていてその会社の中でもなんか直接部門というかそういうところの位置づけで働いてたっていうのがあったのと、まあ、私がこう入ったばっかりで全然なんか使える人材じゃなかったっていうのも今すごく思っていて。2回目の時はあの 社内のことをこう,うまくやるっていうその内部の部門間接部門にいたので別にそのだからお客さんとどうこうってことでもないっていうところがまあ一個大きかったのかなっていうところとあと,あとまあ私も何年か経っていてあのそれなりに自分にしかできない仕事とかそういうのもあったのでまあそういう意味でもやっぱりこうちょっと苦工面して生まれたところもあったのかなって思ったりしてます。 おお、すごいですね。まさに、じゃあ、その今のお話されてきたお仕事、いわゆる副業の部分と、はい、実際の会社勤めでやっている仕事とのうまくバランスを取りながら、はい、お互いにどっちもこう実績を出せてたっていうのがきっとあったからなんでしょうかね。そうですね。やっぱり副業をやっていると、うん、その誰かが仕事を振ってくれるような。うん。 まあ、いろんな副業があると思うんですけどあの私のやってた副業は、うん、その自分でサービス考えるところからだったので規模は小さいですけど個人事業主の,のような感じがあってなんでそのよく会社も自分で考えて動ける人材が欲しいとかあの、うん、主体性がある人材が欲しいとかそういうふうに言う方って多いかなと思うんですけどタイムチケットでその自分でサービス考えて売るどういうふうに。 すればよくなるか考えて自分でブラッシュアップするっていう経験は本業の方でもその自分で考える力だったりとかの織体制だったり行動力とかそういうところは身、うん、についてあのいい影響もあったなって思いますねおさすがですねうまくそのお互い、まあ、本業と副業,、まあ、本業どっちも本業のような感じはするんです確かに。 どちらの仕事もお互いにいい影響を与え合えるそういう動き方がたぶんゆいかさんのすごく強みなのかなって今思いましたね。どっちもこう適当にしないというかうん、うん、どっちも本気でやるっていうその姿勢が上司の方の理解もそうだし周りの人の心を打ったのかななんて今思いましたね。うんうん、ありがとうございますでもも本当に副業を認めてもらえたのはいやいや うん、ありがたたかかっでですすねど,どうなんですか、うん、実際その今会社さんでやっぱりその副業換金しなきゃなみたいな話とかも、はい、相談っていうのは結構あったりするんですか、うん、ありますよ。なんかねあんまりめちゃめちゃ多いわけじゃないんですけどうん、うん、ただ今これだけいろんな世の中が激動している状況の中であとはなんか国籍 とか<ー>海外のね外国籍の社員さんとかがいたりするとなんかその2つの仕事をやりたいんだみたいな相談を社長にしてうん、うん、でその社長が考えとか答えに困って私に相談してくるってケースはね最近増えてますね。なななるるるほほほどどど、うん で私はねそういう時に何て言うかって言ったらもちろんその副業って法律で縛られて絶対禁止っていうものじゃないのはゆいかさんの今のお話でリスナーの皆さんも分かったと思いますしうん、うん、ゆいかさんもそう思ってると思うんですけど。 全然縛りがないからどうしたいですかって聞くんですよ私だったら社長さんに対してじゃあ何々社長はどう思ってますかってうんそしたらまあ、いろんなやっぱ答えはあるんですけど別に、ね、私はいいんですよとうん、うん、副業をやってくれても全然構わないんだけどねみたいなことを話してくれる人もいればいやもう絶対禁止でしょうみたいな人もいたりする でもこの禁止でしょうが今法律で縛られないっていうことが大体の人に広まってきてる中でどうやってその禁止だよっていうことを強く言えるかっていう相談もね結構来たりするすああなるほど確かにそうですよね。なんか、うん、まあでも一応例えばその社内の規則で決まってたらなんか言及するとかその本人が希望する部署じゃないところに行かせるとかそういうのはできたりはするんですか そうですね、まあそれもねなんか罰としてみたいな例えば位置づけでやるとちょっといろいろと法律違反うぬんっていうよりもなんか会社の体制がごたついちゃうんですけど例えばねその もっと副業と両立しやすいように、まあ、業務を調整するとかうん、うん、違う部署でやった方がそれはでうまくできるんじゃないみたいなのがあればねそこそこの,企業,の,あの企業規模の会社さんとかだってやっぱいろんな部署があるのでそこで結果として要請要容認するっていうことはあるかなとは思いますほど,な,るほどそうなんかその禁止するって言った場合に会社側がどういうことできるのかなっていうのが なんかこう分からなくてまあそうそう、ね、まあんだろう、まあ、本人言いづらくなって勝手にやめちゃうっていうケースはねもちろんあるとは思うんですけどんかそういう空気作るっていうことになるのかなっていう <laughs> なんか思ったりそうなんですよ何かねあの何でもそうだと思うんだけど、うん、禁止とかって言って縛ると反発したくなる人いるじゃないですか。うん、あそうですね うん、なんか、まあ、どれぐらいの割合かは分からないけど禁止って言われ,れ,ば言言われるほどあえてそれを破ってみたいみたいな感じ。よくその、まあ、副業だけじゃなくて例えば会社の中で恋愛禁止っていうのを休業してたいんですと。なぜならば男女の関係になって二人の中がこじれると周りに影響がすごいからですみたいなので禁止したいんですよって言っても結局禁止しますって。 っていうことを就業規則には書けるし副業禁止しますっても書けるんだけど禁止するって言われたら逆に反応が出るみたいななのでそれが見られるようだったら禁止ですっていうのはちょっと避けた方がいいですよっていう話はよくするかなとは思いますねな,な,なんかさっきね空気作るというかさんおっしゃってたと思うんですけど空気を作るっていうお手伝いをどちらかというと するなるほどなるほどなるほど。うん、まあ副業とかは割と就業規則の中に禁止でするとかって入れる会社は多いんですけどねそれで一つの抑止効果にはなってそうです、ね、抑止効果って言ったんだけど禁止したいって会社からすれば。 それがある程度はこうそうするんだけれどもでもやっぱりいろんなのっぴきならぬ事情が今あってどうしても副業したいんですって言われた時にさあどう出るかと。人数が多いとあんまりその一人に独例を設けるのはまずいのでそうするとやっぱ大きい会社だと難しいねってなって会社を去っちゃう人とかもいたりするんですよ。な、うん、なるほどなるほほどど やっっぱそっちを優先しますみたいな。じゃあ私は本当にラッキーだったんですねある程度大きな会社であの OK をもらえたのは。うん、そうだと思います。もちろんそこはもういろんな考え方がありますからね。うんうん、あでもゆいかさんの場合あれじゃないですか副業が突き抜けちゃってるからちょっとした小銭稼ぎみたいないやこれ別にこれがどうってことじゃなくてね。確<か>に <laughs> なんかまあ、よくわからない人バイトとかでやるんだったらやめた方がいいよってなるけどそうでもないじゃないです <laughs> なんかもうテレビ出ちゃってるしでいろんな実績あるし。確かにってなるともうなんか禁止 とも言えないというか。むしろこれ容認して、うんうん、で、みんなでそれを認知できた方が、うんうん、ゆりかさんにとってはもちろん。だし、うんうん、会社にとってもプラスになるって考えたんじゃないかなって気がする。なるほど、なるほど。まあ確かにすごく。でも、柔軟な会社なイメージは、あの、うん、持った人も多かったのかなと思いますね。そうですよね。で、そこからなんか、例えば会社の中でね、うん、あの他にも副業する人が出てきたりとかはしたんですか？うん あそれはどうかなまああのー、ちょっとしたお小遣い稼ぎみたいなのをしてる人っていうのはまあちらほらいるのは私も聞いてますけどその許可を得てまでやってるほど大規模にやってる人っていうのはあんまりいないかもしれないですね。でうちの,その会社ってあのなんか資格を持ってる人がたくさんいるような会社だったんですけど。 でそれってなんだろうやろうと思えばあの個人でもできるというか例えばその、うん、安さんが社労士として自分で貸し立ち上げることもできればあの大きな社労士法人に入って働くこともできるみたいな感じで。あのうんうん そういう副業だとやっぱりこう禁止せざるを得ないというかあのお客さんの情報を持ってかれてしまったりとかお客さん持ってかれちゃったらやっぱり困っちゃうと思うのでそこは禁止っていうのはあってなのでみんなそういう人たちがあのそう会社と同じ内容で副業しようっていうその動きは全然広まらなかったですけどまあただ私の場合 全然業種も違うしその法人相手でもない、うん、個人相手だしっていうところであのまあ4人してもらえたのかなとは思ったりするんですけどね。うん、確かにねそれはあるかもしれないですね。資格ビジネスだとやっぱりねすごく縛りをしようとする人多いですもんね。あまあ、そうでやっぱりその私も副業支援を あのしていてすごく思うんですけどその本業で培ったスキル以外に何かできる人ってやっぱ結構少なくってやっぱそこがその自分でスキルを打っていくところでその会社ってもっとの兼ね合いとしてすごく難しいもんだなっていうのは感じますね。なんかそのスキルをくれたのは会社でしょうっていうところもやっぱりあるのかなとは思いますしね。 まあね、確かにねいやねそこの線引きって本当に難しくてねうん、うん、よくあるんですよあのちょっと話変わっちゃうんですけど、うん、例えばエステとか、はい、美容業とか、はいはいはい、この辺ってね技術を授けるじゃないですか。で,、ねでまあ、分かりやすい、まあ、その同業で独立しようとしたらそれはこそスキル持ってかれたってなっちゃうんだけども。 まあそこから転化してもう少し違う角度からの仕事をするってなった時になんかそのスキルをねこう教えてもらう時に忍耐強さを学んだとかなんかどうやって教えれば効率的に人まあ効率的っていうか効果的にあの人に伝わって人が育つのかっていうことを教えてもらったっていう話って確かにきっかけは仕事じゃないですか。そうですね でもそれを気づいて自分のものにできたのは自分自身の力でもあったりするわけでねなのでゆりかさんの今までのお仕事本業でのお仕事と、まあ、副業、まあ、つまりこの恋愛カウンセリングのところのコーチングのお仕事っていうのはうん,、うん、なんか何て言ったらいいのかな結局はゆりかさんの力だと思うんですよ。だからそそここになんかそれは仕事で出たことでしょ って言っちゃう時点で、会社はちょっと終わってんなって思っちゃう。ああ、なるほど。<laughs> そうですね。そこに固執しなくてもいいんじゃないって、うんうんうん、思って、まあ、そうですよね。うん、なんか、<う>例えば、リクルートさんとかって、こう副業をこう推進してたりとか、その辞めて独立する方とかもすごく多かったりすると思いますけど、なんかその独立できるレベルのスキルが身につけられるとか。 一緒に会社作れるようなその優秀な仲間と出会えるかもしれないって思ったらなんか逆にちょっと給料安くても働きたいっていう人いっぱいいるんじゃないかなって思ったりもしますしなんかそれぐらいスキルを教えるってことってなんかすごく価値があることだと思うから、うん、なんかもうスキルは。 もう持っていかれる前提で考えないとやっぱり <laughs> ダメなのかなっていう感じはしますよね。いやほんとそうなんですよ。ほんとにそうで、<laughs> ねえなんか全部置いてけって、うん、夜明けにもいかないじゃないですか。なんか会社辞めたりするときにまあなんか名刺をああの一応置いてけみたいな話があったりしたんですけど <laughs>、はい、なんか ね、名刺は置いてるいけるけど人とのつながりはなくならなかったりすることも多いし、まあ、スキルも同じでやっぱその本人から切り離せることってできないと思うんですよね。なんか元気な挨拶を一生懸命教えて <laughs> 他の会社で元気な挨拶はしないでくださいみたいなことは絶対ありえないから。 そうしょうがないですよねしょうがないむしろ自分たちの会社で、うん、そのスキルを得て、うん、で違うところでそれを発揮して成果出してんだって言った方がかっこいいっしね。で、うん、それはうちの会社の人なんですよって会社の方が堂々と言えるようになったら、うんうん、それこそすごいよなってなんかパワーがあるというかそうですねそうですね。で,ね、うん、で私はねやっぱり思うんですよ。ううんうん、うん そうやっぱ禁止するとか制限するっていうのは簡単なんですけどね言うのは。なんだけど 本当はなんかその制限とかで人を縛るよりもその人の可能性に注目してでその可能性を開花させてあげる会社の方でねでそれが副業とか違う形で結びついたらそれはそれですごいことだからそれ承認してねこう上げればいいと思うんですけどねいや本当にそうだと思いますなんかそれでスキルがついてそれが独立が考えられるレベルまでスキルがついて 人だ,だとしたらその,その人とコネクションあること自体が、うん、あの会社にとっての財産だと思うし例えば、うん、あのじゃあ独立した後に業務委託で契約するとかその人が教える優秀な生徒さんにこう、うん、安くちょっと仕事依頼するとかそういう新しい付き,付き合い方を模索していけばねお互いにとっていいのかななんて思ったりもしますけどね。 やっぱね、関係性ぶった切ってもしょうがないんでんかその形が変わってもその関係性がずっと築ける関係だったらうん、うん、もうお互いにとって本当にプラスになるわけじゃないですか。っていうね考え方で本当はなんか皆さんに っていうか、ねうん、その副業禁止したいんですってこうすごい堅くなに言ってる人には伝えたいなって思うんですけどそす、ね、逆に、うん、そのこういう会社はちょっとでも副業解禁まだしない方がいいよとかなんかこういうケースはちょっと要注意だよみたいな,うん、うん、なんかそういう今まで事例とかそういうことってあったりするんですかそそそううですね、まあ、そうだな、まあ、例えばじゃあさっきその ゆいかさんもおっっしゃってた視覚ビジネスっていうのは本当にあの下手するとマジでお客様を持ってかれるとかやっぱねなんかあまりいい形で終われないケースが多いのかなっていう気はするのでまあ縛るっていうよりはまあそれはそれでもしょうがないんだけど抑止効果としてルールはしっかり決めておいた方がいいかなとは思うんですよね。なんか あのすぐ近くで例えばその今働いている事務所のすぐ近くで開業しないでねとか、まあシャロー,スターとあんまり場所は関係ないかもしれないですけど <laughs> 例えばね資本書士さんとか、うんまあ、税理士さんも一部そうなのかなとかは場所が結構重要だったりすることもあるのでその地場のお客さんとね、はい、付き合う。 ってていうのをベースににしてるところなんかは特に違う場所でやるんだったらやってほしいって多分思うでしょうからそういうところはちゃんとやっておかないと安易に解禁とはしない方がいいのかなってそうですん、やっぱりお客さんのねこう取り合いみたいになっちゃってで結果どちらもが一番まずいと思うので。 そういうふうな危険性があるならやらない方がいいかなって。というのうです、ね、なんだろうな、なんだろうな、例えば会社で長時間労働がもう当たり前になっちゃってるような、あんまりいいと思うんですよ。コンビニとかもね、実はあの社員さんクラスになると結構長時間労働、まだまだあるんですよ。うんうん、でその 長時間働き続けた体の中でなんかこう次の職業をやるっていうのはお金は稼げるかもしれないけどその後体調を崩して結果給料がゼロににななったら元も子のないわけで確かそういうふうにこうなんか長時間労働がある意味問題化というかまあ常態化しているようなところだとあんまり副業解禁ってしない方が その人の社員さんの、ねそね、健康管理の側面からしてもいいかなと思なんか勤務時間中にちょっと岩の空になっちゃったり眠そうにしたりみたいなそういうのあったらやっぱり困っちゃいますもんね。言葉が 経済産業省管轄で、まあ、いろいろあんなとこで話題になってますけどあの中にその欠席をいやめなさい欠勤をするっていう、まあ、プレゼンティーズムとかアブセンティーズムっていうような考え方があるんですけどそのアブセンティーズムっていうのが欠勤をする、まあ、ちょっと働き過ぎてしまって結果体調を崩して仕事ができない状態っていうのがアブセンティーズムなんだけどプレゼンティーズムっていう考え方があってね 出勤はしてるんだけど上の空。プレゼンスって存在って意味があって、うん、は出勤してますってことなんだけども、うん、体形はそこにあっても心ここにあらずる。のことをプレゼンティイズムってそこでは言っていて、うんうん、でこのプレゼンティイズムがやっぱり問題だってすごく今言われてるんですよね。確かに確かにななんかありそそうう気がします、うんそう だからやっぱりんか気持ちがどんなに前向きだったとしても体を崩してしまったら気持ちちも多分減退しちゃうんですよです、ね、マイナスに引っ張られてしまうので,うで,、ね、であればねやっぱりそういう状況の場合はまずその見直しからスタートしてそこで改めて副業するしないっていう,うん、うん、ま解禁の判断をしていった方がいいんじゃないかなとは思います。 そういう状態になっちゃうと、うん、こう会社でも成果を上げれなくてでもこう一応頑張んなきゃって思ってやるからで副業の方でも成果を上げれなくてでもお給料にも結びつかずみたいな,なんか自己肯定感も下がるみたいなことに <laughs> なってしまいそうだからなんかお互いにとって不幸でですすもんんねそうなんですようんだったらねやっぱりみんなで前向きにどんな仕事も。 まあ楽しみながらかつ成果を出せるっていう方が絶対にいいのでそこにね副業するしないみたいなのって実は全然別世界の話ではあるんだけどもでも多少なりとも関連はしてますからねうまく。 ね、ゆいかさんのようにこう両立できる応援を会社がするってことも大事だと思うしする側からしても結、まあ、かさんすごくその気を使ったり配慮したりしながら進められてるところも あるじゃないですか。お互いにそういう前向きな配慮をしながら応援したり、うん、実際に成果を出していったりすることができたら、そ、うん、んなに素晴らしいことはないんじゃないかなってね。私は思いますよ。本当あ、そうですね、本当。なんか、その、うん、今おっしゃられたような、こう、今すぐ会計は難しいっていう会社もね。やっぱそれって副業云んじゃなくても問題だったりすると思いますし、なんかそこをね、<う>改善して。 あの副業も解禁してあの優秀なスタッフと一緒にこうそれが社員であろうが外部委託であ,であろうが、うん、なんかいいチームで、ね、やっていけるような、はい、チームが作れたら本当にいいんだろうなってなんか私も聞いててすごく思いました。本当そうなんですよねなのでもうなんかその先駆者、まあ、先駆者って言ったのかもしれないけど。<laughs> そうですね <laughs> 切り開ける次世代のパイオニアとしてぜひゆいかさんにはこれからも活躍してほしい。かいね、なんかやっぱりその、うん、自分自身がこうスキルを身につけてからなんかこう見えてる世界と今まで会社員でその。 言われたことだけ一生懸命やるって世界ってなんか本当に見方が色違うなって思う部分も多いのでなんか好きにスキル見つけたいよ、はい、副業を始めてみたいよって方はなんか応援できたらいいなと思いますねおお。じゃあこんな強い味方が応援してくれたらめちゃくちゃいいですよちなみにじゃあゆいかさんに副業ちょっと実は興味あって相談したいなっていう人がいたら、はい どこ,こに連絡すればいいですかです、ね？あの、タイムチケットというサイトで、あの私副業支援のチケットも売っております。あの、<お>タイムチケットの始め方とかまあ、売れる文章の書き方そのご自身で考えてきていただいたサービスをどうブラッシュしたアップしたらいいかっていう。そういうところもあの相談の量なサービスを提供しておりますので、よろしければ<お>タイムチケットで私にダイレクトメッセージいただけたらと思います。よろしくお願いします。 はいタイムチケットのアプリがあるので、はい、まあそのタイムチケットのアプリでスマートフォンからアクセスすることもできます、はい、あとはパソコンからもアクセスは可能ですかそうですねあのウェブサイトがありますので、うん、タイムチケットと入れて検索していただけたらと思いますはいそこで渡辺ゆいかさんですね、はい、あの渡辺さんは渡辺さん一般的な渡辺さんの感じで、はい、ゆいかさんはひらがなではいで、はい はい、書いていただくとすぐ出てくると思いますので、すぐすぐ見つ,見つけてもらえる。ランキング上位に居続けられるように今後も頑張ります<お> <laughs> あ。応援します。私も。<laughs> <laughs> もう今だって経営者だってパラレルワーカーですからねほとんどお、まあ、そうなんですね、まあ、そっかそっかそううん。で、一つの会社の中でね一つの事業しかやらない会社ってだいぶやっぱ減ってきてますよ、まあそうですよね、うん、コンビニオーナーさんでも <laughs> まあ副業いいよっていうところとやっぱダメだよっていうところあるんですけど、ねちょっとね、会社員でないのになんかそういうふうに言われちゃうところもあるんですけどね <laughs> うんうん、うん もうやっぱりいくつかの事業を複合的に経営されているオーナーさんとか、うん、あの社長さんって多いのでそういう方の味方にもなってくださるような気がしますね。そうですよねどうだろね、うん、私がそんな、ね、すごい何個も事業やってるような経営者様のお使いになれるかちょっと自信のないところもありますが <laughs> でも確かに1個の事業だけやってるとすごいリスクがあるなんか時代ではありますよね変化が激しいから。 やっぱり会社規模でも複数をね、うん、やっていくってねすごい大事な気がしますね。うん、そうなんですよ、うん、1個個ががこけても1個がまだあるから大丈夫っていう安心感を持ってね事業経営されている方もいるしやっぱり個の時代だからその個人個人とっても同じことが言えると思うのでゆか、うん、さんは特にその個人の方のサポートがすごくお得意でいらっしゃるので是非、うん、これを聞いている皆さん 苦行興味あるなっていうところからもぜひもうぜひおご相談いただけたらなとお待ちしてます <laughs> はい終わりますということで今回はゲストとして渡辺ゆいかさんにお越しいただきましたゆいかさんありがとうございました楽しかったです本当にありがとうございましたこちらこそありがとうございますコンビニ社同士安さやかのウィークリーコンビニラジオ あなたの人生に輝きをたくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それがベタニア・チャージです苦しんでいる人悩んでいる人一度訪れてみてください「9884782」「交通量が多い」「字幕付きの映像で目に留まる」 浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店イベントなどなど PR しませんかお問い合わせは045-670-7640ぐすくまタウンビジョンまで。 ギノアンヒルズ通り命デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい「ギノあンの楽しみ方がきっと見つかる「ギノあンヒルズ通り」ステンマグーから伊佐交差点へとつながる坂道、ね、あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか大切な人の最後だかからしっりりやりたい

君の心に溶けた手作りの味噌をシフォンケーキで優しく包むみそ屋が作るみそシフォンケーキ八重瀬の夢<工>房コンビニシャローシ安さやかの。 ウィークリーコンビニラジオ,ラジオはい、ということで渡辺由依香さんとの対談を再びお聞きいただきました先週聞いてくださった方は2回目になりますが先週聞けなかったよっていう方は初めてお聞きになったのかなと思います彼女は副業を本当にまあ、うまくこう会社に認めてもらってまあ、堂々と本業もさることながら、まあ、副業もしっかりと ものにににしていいるるというととうこころろで非常に勉強になるところがたくさんありますね私は今は事業者といいますか一応経営者ですけれども「日曜」って言っちゃったですけどパラレルワーカーの一人としても非常に参考になる点がたくさんあったなって思いますし私の仕事自体が企業の従業員さんをもっともっとよくしていこうという社長と一緒によくしていこうっていう 仕事ですからそういった意味でも副業の新しい形副業って言ってもサブっていう意味ではなくてパラレルというような意味でねどう捉えていくかまたどんなふうにそれを会社の中でうまく両立させていくかっていう制度のね作り方とかの参考にもなりました改めて渡辺ゆい香さんに感謝を申し上げます彼女とはまた来月5月ですね 新しくテーマを変えてお話をしていただくあるいはしていく予定ですので是非お楽しみになさっていてくださいさてさて東京大阪京都兵庫の1都31都2府か1県ですねで緊急事態宣言が発令されるということでですね またかと思ってしまうんですけど、まあ、今この感染状況を考えるとやむを得なないいのかなっていう気はしますただ何でしょうねこの去年の初めての緊急事態宣言の時ってどんなものかよく分からなかったっていうのが本音だと思うのでみんな結構真面目に休業をしたりとかあとテレワークに移行したりとか一部の企業はしてましたけど。 どううなんでしょう今は、まあ、かかってもすぐに復帰する方もいれば、まあ、やっぱり何日も高熱が続いている知り合いとかもいたりしてですねやっぱり辛そうなのは間違いないんですよ。でまたこれがね今回3回目になるってことですけど4回目5回目なんてなっていくと、まあ、その効果もそうですしやっぱりみんながやっぱり辛い思いをするっていうところで言うと、まあ、早めにその辺りはね もう今回の緊急事態宣言でなんとかなんとか切り抜けて普段の生活を取り戻していきたいなって思ってますということでですね皆さんぜひ元気に一週間お過ごしいただいてまたこの時間に元気にお会いできることを楽しみにしておりますウィークリーコンビニラジオ第89回パーソナリティは私コンビニ社老子の安さやかでしたそれではまた来週お会いしましょう